MMR 昼でも夜でもおはようございます。ムーンミュージックルーム室長、カメレオンシンガーソングライターのヒロです。1年間をオリジナル動画とともに振り返るシリーズ、2023年の後編です。今回は9月から12月まで。オープニングエンディングの BGM はオリジナル曲ステラのアコギインストバージョン。各種リンクは概要欄に書いてあります。では各月に投稿した曲の紹介と、その月に音楽に関連する出来事で何があったか、これを語っていきます。9月、ツナ、アナザー。ボカロアルバムのスピンオフアルバムとして結構前に CD 収録してた曲なんですけど、イラストを自分で描いて初の動画投稿です。でこの音源がですね、録音時に軽くノイズを拾っちゃってるんですが、まあポジティブに味だと解釈してるんです。あなた的にはどうでしょうか。音楽的な出来事としては、まあ、ちょっとずれますが歯医者に行きましたね。まあ歯があるなしでその声が変わったりするというのはよく言われることですけど、まあ、なぜ行ったかというと、詰め物がですねボロボロになって取れて歯抜け状態になってたんですね。ということで、まあ、懐が痛かったですね。別に歯は痛くはなかったんですけど、まあ、歯抜け状態はまずいだろうということで行ってきました。あとはですね、サブチャンネル YouTube にですねニュース語り動画を上げまくってみました。まあそこそこ伸びましたけど、まあドカンと伸びたというほどでもなかったですね。まあこれ一応語る助走家ということでやってるんですけど、助走を模したい今日この頃です。あとはバンドソルティシャワーで旅に行きましたね。9月の前半なのでまだまだ暑い、まあ、夏旅気分ですね。でバンドの中で私は確実に一番きっちりしててやることをやってるんですけど、そういったところではなく人間的魅力っていうのを、まあ、メンバーに感じて、まあ、行ってよかったなと思いました。10月、空中散歩。2022年度の冬旅で行った横浜エアキャビンの映像を元に作った曲です。近未来感のある乗り物なので、アレンジはシンセ多めです。まあ歌詞はエモめなんですけどね。で音楽的な出来事としては11月の準備って感じですね。無色透明祭という匿名ボカロイベントに応募する曲を仕上げたり、翌月に決まった自身歌唱としては人生最後となる箱ライブの練習だったり、なぜラストかとかはですねノートというところに書いていて、そのリンクを概要欄に貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。11月、泣き虫。2023年10月に作った短い曲です。そこまでひねりはないんですが、まあ、正直さがヒロらしさとも言えるかと。構成もですねアコギと歌のみです。音楽的な出来事としては、先月のパートで話した通りボカロイベントとワンマンライブを行いました。全然ダメってことはないんですが、ボカロ曲はその他多数の曲に埋もれた感ありますし、ライブは当日蓋を開けてみたらわんさか人が集まってってことならラストにせず定期的に継続するという予定で、そのことは文章にもしてたんですけど、まあ結果的には来場者はぼちぼちといった感じで、何にしても今まで時間とお金を使って箱ライブに来てくれたあなた、そうあなたです。本当にありがとうございました。12月、赤の鳥居と青の湖水。これはですね過去旅で作ったアコースティックな歌なしインスト曲にさらに曲をつけ歌ったものです。こういう試みって自分としても好きですし、評価してほしいなと思ってたりします。音楽的な出来事、先月に続きボカロイベントがあり、昔アコギを取ってあった曲にさらにアコギを重ね、初音ミクに歌ってもらい投稿しました。ハモリもつけましたね。あと先月のボカロイベントで匿名投稿した曲、相思相愛をセルフカバーしサブスク配信を開始しました。サブスクで言うと空中散歩もテキスト状態なしの、まあ、歌詞とかですね表示なしの映像と音だけが楽しめる、そういったバージョンをこれまた配信しました。ということで各種サブスクなどでね見て聞いてほしいなという感じです。あといろいろ考えた結果、2023年度は冬旅はなしにしました。夏はまた旅に行きたいですね。おすすめの旅先もよかったら教えてください。はい、1年間をオリジナル動画とともに振り返ってきましたが、いかがだったでしょうか。この企画への感想などをコメントぜひ残していってください。また会いましょう。ヒロでした。わーわー言うとります。お時間です。さよなら、さよなら、さよなら。